最近の大会は難度を抜きますと、ね、得点が下がるんですよ。ほうほう。ですからどうしても技を抜くことが難しくなるんですね、はい、得点に結びつかないものですから、できるなら、難度を無理してでも入れて点を稼ごうというふうになりますから、あまり、操作はしませんね。社会人1年生河合楽器の新人22歳の知念隆。この人も山脇の連続を入れるはずですが、ここですね。これです。本当に動きがいいですね。156センチ。 NHK 杯は2度目の出場ですが、随分力をつけてきました。綺麗な客船橋。ここから力技。最後は伸身の月面ですね。そうでしたね、はい、意外と彼はああいうところに器用さがありますね。このひねり回転というのは非常にうまいです。先ほどのガモーの釣り場の得点は 9.15 でした。知念は2種目を終わって NHK 杯では3位、はい、そして代表選考では5位。入ってきそうですね。入ってきそうですね。沖縄の興南高校時代には個人でインターハイ8位、アンバ優勝。日大に進んだ後、今年の4月河合楽器に入ったばかりです。彼とも私2度ほど遠征ともにしてるんですけどね、はい、本当に真面目な子です。あ、はい、気持ちがね、話していましても非常に明るいんですよ。だから気持ちいいですね、彼と遠征してますとね。あ、こちらからこうしたらいいんじゃないかと言ったら、はい、わかりましたって、きちっとね、それをまたトレーニングに取り入れますね。すごく真面目なところがあると思います。本来去年の全日本の頃もそうでしたが、右手首に慢性的な、ね、はい、痛みを持っているという知念ですが、しかし日大、インカレ3連覇の立役者ですし、そうです、社会人になってからぐーんと力つけてきましたね。そうですね、今回中村君もそうですね、はい、卒業して日体大から企業銀行に入ってね、はい、彼もそうですね、はい、その卒業して1年目の選手が頑張っているところが非常にいいんじゃないですか。特にこの大会をこう盛り上げているような感じがしますが、非常に暑いんです、館内。はい、暑いですね。中山県立体育館、この暑さの影響というのはどうですか。汗がいっぱい出ますがね、あるでしょうね。私も昨日下で一緒にコーチでいたんですけどもね、本当、はい、たまらなく暑かったですよ。ですから池谷君がリストバンドが外れましたね、包帯がね、汗で外れたんですけども、過去ああいうの私初めて見たんですよね。見たことがなかったですけども、ああいうことがあるんだなと思って逆にびっくりしたぐらいです。まあ、それだけ、まあ、彼の場合はかなり汗をかけますからね。日頃練習でも今日なんかでも T シャツ4枚ぐらい変えてますからね、練習中に。それぐらいも汗をかくもんですからね。これ汗によってね、釣り輪であるとか平行棒であるとか、はい、鉄棒であるとか滑ることはどうですか。あります。特に平行棒なんかですと、ちょうど上腕の二頭筋のところで、まあ、三頭筋の方ですか、バーを支えますのでね、そこが滑ってしまって平行棒のミスにつながるというところはあります。はい、まあ、それをしてしまったらおしまいですけれどもね、選手としては。先ほどちらっと池谷選手の映像も映りましたが、その池谷がね、はい、暑さのせいもある、それは言い訳になるかもしれないけれども、1種目目、ゆか、そして2種目目あん馬失敗した時には頭がぼーっとしてたんですと、はい、いうことを言ってましたが、ぼーっとした顔してましたよ。そうですか、はい、なんかピントがね定まってないんですよね。